今日は三菱レジデンスの子供部屋特集。最初の物件はこちら。こちらのお部屋は縦長を生かして収納と、あとはこちらの勉強スペースが綺麗に収まっていますね。上の部分は穴がいっぱいある有効ボードというものになるんですけれども、これを使って見せる収納になっています。子供も自分でアレンジできて楽しそう。2物件目はこちら。見ていくと、なんとウォークインクローゼットもついたお部屋になります。お部屋の中の工夫としてはここかな。ここの部分はマグネットがつくホワイトボードになっています。お絵かきはもちろん、大きくなったら学校から持って帰ってきたプリントを貼ったり、連絡事項を書いたり、いろんな使い方ができそうですね。最後はちょっと趣向を変えたお部屋になります。リビングダイニングのお隣を進んでいくと、目の前には黒板。こちらもいろいろトゥードゥーややりたいこと、お絵かき等ができるようになっていますね。ちらっと見ていくと、こちらはリビングダイニングとの間の壁をガラスにすることで、パパやママは子供の様子をキッチンやリビングから見ることができます。子供部屋も開放的な空間になって、とっても心地良さそうですね。他人兄弟で一緒に勉強もできちゃいそう。以上、三菱レジデンスの子供部屋特集でした。ありがとう、またね。